はい。それでは、インタラクティブシステム特論の第6回を始めたいと思います。今日は触覚、それから触覚インターフェースのお話をしたいと思います。触覚インターフェースについては、ちょっと私の専門に近いということもありまして、2回に分けてお話をしたいと思います。今回は触覚インターフェースの基礎的な話をしまして、 まあ次回に触覚インターフェースがどういう応用があるかというお話に分けてお話したらできたらと思います。ただちょっと今日はですね、まあ、紹介する量が若干多くなるかと思いますが、ご了承ください。でまあ、今日お話しする触覚なんですけれども、まあ、触覚っていうのはですね、一言で言いましても、実は体勢感覚、それから皮膚感覚というふうに大きく分けられるかと思われます。 でまあ、触覚っていうのをです、ねまあ、英語だとハプティックスっていうふうに言うんですねでこのハプティックスっていうのは、まあ、実はもともとは接触に関係するようなギリシャ語だそうですでつまりこのハプティックスっていうのは接触によって生じる感覚全体のことを、まあ、学術的には意味しますただそれをです、ね、さらにまあ細かく分けてみますと皮膚表面の変形なりまあ温度なりまあそういった ものによって生じじるる皮皮膚膚で感じる皮膚感覚、キューティネスセンスというふうに言いますがでそちらとそれから筋肉の伸縮とか関節角だとかそういったところから生じるような深部感覚あるいは力覚というふうに言われている感覚に分けることができます。で今日のお話は競技の狭い意味での皮膚感覚我々が日常用語として触覚というふうに言ってるようなお話になると思ってください。 ではまずですね、スキンセンセーションのメカニズムについてお話していきたいと思います。でこれがですね、皮膚の構造ですで。ただし注意していただきたいのは、これは皮膚の無毛部の構造です。まあ、ヘアレスパーい、まあ、るグラバスパーというふうに言いますが、でこの無毛部というのは、まあ、表皮、神秘、皮下組織に分かれていて、まあ、要は毛が生えていないところなわけですね。で毛が生えていない部分に、 というのは、まあ、人間の体ではどこに相当するかというと、例えば、まあ、指先、足、裏、まあ、手のひら、それからまあ唇、ベロ舌というようなまあ部分に分かれますで。逆にそれ以外の部分は全部有毛部、毛が生えている部分ということになるということに気をつけてください。つまり、無毛部というのはかなりまあ限られた領域だということです。 ただし、手とかっていうのは、まあ、重要なパーツ、まあ、触覚的に非常に重要なパーツなので、なので、まあ、触覚ということでいうと、まずは無毛部についてお話しするのが普通ということです。で皮膚、これ断面ですけれども、上から表皮、神皮、皮下組織というふうに分かれます。で機械受容器といわれる需要器が存在しています。でこれは、機械的な変形に応答するから機械需要器というふうに言うんですけれども、 浅いところに存在する機械受容器、それから深いところに存在する機械受容器というのがあります。浅いところにあるのがマイスナー小体、メルケル細胞といった受容器で、深いところにあるのがルフィニシューマ末、パチニ正体といったような受容器です。でそれ以外に、まあ、自由神経終末、通覚とか温度感覚といった受容器が存在しています。でまあ、これから機械受容器についてお話していきます。 でまず、まあ、代表的な機械受容器メルケル細胞というのがあります。でこれはさっきの皮膚の構造でいうと、表皮と神秘の境界部分に密に存在しているというものですで。これがですね、唯一の細胞性の受容器です。実は他のものっていうのは、その受容器単体は細胞ではありません。何らかの機械的な構造ではあるんですけれども、ただこのメルケル細胞に関しては、まあ、細胞、メルケル細胞という細胞が、 まあえー、歪みを検出してその活動それをまあ神経にまあ伝達するということを行っています役割としては性的な歪みに対して応答するということが知られていてその活動する頻度神経活動の頻度というのはこの歪みの大きさに比例するということが分かっていますでこのメルケル細胞というのにつながる神経を電気刺激で刺激することができるんですが、まあ、それは針を刺したりして刺激をするんですが それをやってやるとです、ね、純粋なぼわっとした圧迫を生じます、そういうような特徴があるものです。で、このメルケル細胞がおそらく関係しているんだろうなというふうに、われわれが考えている現象として、蒸気圧迫という現象があります。これ、何かっていうと、要は熱い蒸気の上に手をかざしてやると、何かもんやりした感じがする。 温度を感じる前に何かもんやりした感じがするという、まあ、この現象が何でだろうということを、まあ、以前ちょっと研究したことがありますで実はこれがまあ温度感覚に起因するのではなくてどうやら汗腺汗の管ですねにまあ関係してそうだということまでは分かりました実は汗をですね、まあえーまあ、かかないような状態、まあ、汗をなるべく取り除くという状態を作ると 実はこの蒸気悪でその汗の管っていうのはですね実は先ほどの図を見ていただくとその下にメルケル細胞があるんですねなのでまあ我々のまあこの段階での仮説としては実はこの熱い蒸気っていうのを触ったときにもしかしたらまあ汗の管を伝ってメルケル細胞が活動してるんじゃないかというふうにまあ考えたことがあります。 まあちょっとその辺、まあ、詳しいところはちょっとまだ分かんないというのは正直なところなんですが、まあ、ただ感覚としてはですね、この熱いものを触ったとき、蒸、ま、気、あ、に触れたときに、もやっとする感覚というのが、まあ、いわゆる悪覚だと思っていただければいいと思います。で次にですね、マイスナー正体ですね。でこのマイスナー正体っていうのは、まあ、表皮と神秘の境目の神秘側にあります。 この出っ張りの部分を神秘乳頭部というふうに言いますが、この乳頭部の部分にはまり込むような形で存在しています。で今度は先ほどのメルケル細胞とは違って、振動に対して応答するというもので、強振特性としては大体 30Hz ぐらいに強振のピークを持ちますで。振動を与えるとですね、その振動に基本的には追従するような形で同じ周波数で神経活動を生じます。 強い振動の場合には2回ぐらい活動するということも起きますでこのマイスナー正体は単独の活動をさせてやると、まあ、パタパタパタっていう振動感覚を生じますですからおそらくこのマイスナー正体というのは、まあ後で紹介するパチニ正体とともに例えばテクスチャーの知覚のようなものに寄与しているだろうというふうに考えられますで次にですね今度はパチニ正体ですね 今度は皮膚の深い部分に存在していますで。その深い部分に存在しているんだけれども、受容器としてはかなり大きくてです、ね、これが解剖したときに唯一直接肉眼で見ることができるような受容器になります。で役割分担としてはこれは高周波に対して応答しまして、最大で 800Hz から 1kHz ぐらいまで活動するんですけれども、 これの共振特性としては 250Hz ぐらいだろうというふうに言われています。やはり活動周波数というのは振動の提示した周波数と基本的には同期するということになります。でこのパチンシ体を単独で活動させた場合にはですね、音差に触れたような振動感覚、指全体のしびれというような感覚を生じます。でこれ先ほどパチンシ体は大きい重要器だというふうに言いましたが、 これがです、ねまあ、年輪じゃないですけれども、まあ、年輪のようにです、ねまあ、年を重ねるにつれてだんだん大きくなっていくんですねですので、まあ、年齢の高い人から摘出されたパチニ正体というのはかなり大きくなって、まあ、完全に肉眼ではっきりと見ることができるものになりますでそれから機械重機の最後ルフィニ終末というのがあります でこれは、ですねやはり皮下組織の部分、つまり皮膚の深い部分に存在しているんですが、まあ、かなりまばらにあって、で今度は、ですねこれは性的な横ずれに対して応答すると、横ずれさせた時にだけ活動するというふうに言われています。でまあ、発火頻度はその横ずれの大きさに関係していて、でこの横ずれのですね方向依存性がそれぞれあると、つまりある方向にだけ、まあ、よくある方向の横ずれにだけ 反応するルフィニシウマ別の方向にだけ反応するルフィニシウマというのがあるということになっていますただこのルフィニシウマツはいろいろわからないところがあってこのルフィニシウマツがかっあの発見された当初からですねこのルフィニシウマツに関係する神経を刺激してもこの単独の活動では感覚を生じないという観察がなされていたりします でまあ、先ほどのルフィン終末はちょっとわ、まあ、からないところが多いのでそれ以外の3つに関して役割分担をちょっと整理しておきますでメルケル細胞、マイスナー正体、パチン正体というのは、まあ、周波数特性できれいに分けることができますこのグラフ右上のグラフは横軸が周波数で縦軸がき地です要は、まあ、振動を皮膚表面から与えたときに、まあ、どのくらいの、まあ、振動振幅で 神経活動をを生じるかとということをプロットしたものですでそれで見てやるとパチニ正体は圧倒的に域値が低いつまりま活動しやすいというものになるんですがただパチニ正体が活動するのは高い周波数の時だけですそれに対してマイスナ正体は中くらいの周波数メルケル細胞は低い周波数で活動するということになっていますですので、まあ、低周波中周波高周波 をそれぞれぞ役割分担しているただ、これをですね、もうちょっと実用的な面で見てみると、また別の側面があります。それが左下の図です。これは何かというと、時間軸に沿って指を押し付けて離すということをやったときの神経活動の様子です。これで見てみると、実はメルケル細胞っていうのは、 押し付け始めに一番活動しはするんですけれども、押し付け中にも神経活動がずっと継続するという点で、稀有な重要器です。それに対して、マイスナー正体は、まあ、この斜めになっているところ、すなわち、変化、圧力変化があるところで活動しているということがわかります。そして、パチニー正体は今度は、変化にさらに微分があるところ、つまり、2回微分があるところで、 神経活動を生じているというふううに見て取れるわけですということは、これはメカニカルエンジニアリングのセンスから言うと、このメルケル細胞は圧力そのものあるいは変異そのものを取っていて、マイスナー正体は速度を取っている、パチニ正体は加速度のセンサーであるというふうに解釈するというのが、まあ、自然かなというふうに思われます。 今度は空間的な役割分担についてです。メルケル細胞、メルマイスナー正体の2つっていうのは皮膚の浅い部分に存在するってこともありましてこれが非常に狭い空間的な特性を持ちます。ですので局所性があるということは要は何か細かいパターンあるいは皮膚状の細かい動きを認識するために役に立っているだろうということはすぐにわかります。それに対してパチニ正体というのは これはですね、広い面積の動きに対応しているんだろうというふうに考えられています。で、実際にですね、このパチニ正体っていうのは、例えば指先で刺激しているのに、指の根元のパチニ正体が活動するとか、そのぐらいまあ幅広い需要やを持つことが知られています。だれからパチニ正体自体の特性というよりはですね、皮膚表面の伝播する周波数の皮膚表面の 得意な周波数、電波が得意な周波数というのがあるんですが、それにパチン正体がうまくマッチしているという考え方もあります。でここまでですね、各需要器の役割分担というのを大まかに説明しました。つまり、横軸を時間周波数、縦軸を空間周波数というふうに取ってやると、メルケル,周メル,ケルは交換空間周波数的には細かいところまで取れる。 だけれども応答速度としては非常に遅いでパチニ正体は逆に応答速度は非常に速い時間周波数は非常に高いんだけれども空間周波数は非常に低いという、まあ、そういうような時間的空間的な相補性があるということが見て取れるわけですでつまりこの図から分かることは我々は実は近く不能領域があるつまり時間的に非常に高速な 変化でもって細かいものを提示しても実は意味がないということがこの図からもわかるかと思います。でここで皮膚構造について少しお話ししておきますで。さっき表皮神秘というふうに言いましたけれども基本的に表皮は硬いそして神秘この図でいうとピンク色の部分ですがその部分は柔らかいというのが基本的な形です。 で、表皮と神秘っていうのは、まあ、くさびが打ち込まれるような形で、でこぼこしています。で、よくこれを、まあ、えー、氷山のようだというふうに言うんですが、その心は何かというと、まあ、この表皮の深いところまで存在している部分っていうのは、実はその表面がデコになっています。つまり、これ、指紋の部分なんですね。で、この指紋の部分の 盛り上がってる部分の真下が一番下のくさび状になっているつまりこれ氷山のような形をしているということですで、このくさびの部分の末端の部分にこの赤いメルケル細胞がたくさん存在しているということですで、つまりこの硬い部分の末端にメルケル細胞が存在するということによってこれは実はメルケル細胞の部分に歪みが集中しやすく少なっているということになります でまたマイスナ正体、この緑色のものですが、マイスナ正体に関しては、今度は神秘の柔らかい部分に存在しているんですが、まあ、周りの皮膚にです、ねまあ、コラーゲン繊維で吊り下がっているような状態になっています。ですので、周りのこの表皮の部分に吊り下がっているので、表皮がパカンパカンと動いてくれると、その動きによって神経が活動するという状態になっています。 ですから、そのために最適な場所に存在しているということになるわけです。で、もうちょっと役割分担についてお話していきます。で、これはですね、有名な実験でして、あの右上の図を見てほしいんですが、有名な、主にサルでやった実験です。人間でもやっています。で、これどういう実験かというと、まあえー、回転するドラムを用意します。でそのドラムの表面に、まあ 凸凹がついていると。で、その凸凹がついているドラムを指で触るんですが、その触った指のその場所に存在している受容器の神経活動というのを取ります。あとはちょっと言いますが、手首の部分から神経活動を取ることができます。で、そうしてやって、その神経活動から触っている対象物の形が分かるかというのを、これは 逆算しているつまりレコードバリ、指先がレコードバリとして使えますかということを実際に試しているというものになります。ドラムはこれ回転させながら上下にも動かすということをします。でそうしてやると、この SA1 と言われているのが、これメルケル細胞のことなんですが、スローリーアダプティングという意味で SA という名前がつくんですが、メルケル細胞の場合には非常にきれいな、まあ、応答が見えているということになります。ですから、このメルケル細胞は、 おそらく例えば点字を認識するようなところでは非常に重要だろうということになるわけです。でそれに対して、この RA1、これがマイスナー正体を意味していますが、マイスナー正体になると、まあ、点字の認識みたいなところで言うと、まあ、若干ボケってくるということになります。ただそれでもある程度はパターンが分かるようなものになる。でそれに対して SA2、RA2 というのが、これがルフィニ終末とパチニ正体になるんですが、 これを見ても表面のパターンというのはやはり認識することは難しいということになります。ですから、これらは形状のコーディングにはおそらく役に立っていないであろうということになるわけです。で今度は身体部位の依存性についてお話しします。でこれ、まあ、上が男、下が女という状態なんですが、これ左から圧力近く行き地、 真ん中が同時的な二点弁別域地、右側が形自的な定位域地というものになりますで。まず圧力近く域地っていうのは、要はどのぐらいの圧力を加えられたら触られたということに気づくかということです。で真ん中の二点弁別域っていうのは何かというと、同時に二点を触られたときに、どれだけ、まあ、それを二点と感じるギリギリの距離は何かということです。例えば我々は二本の指で、 背中に触られたとしても実はなかなか2本の指って気づかないんですねそれが二点弁別域ですでちょっとこの二点弁別域で見てみていただくと、まあ、明らかに指先が非常に小さい値を取っているというのがわかりますよねでそれと同じくらいいいのが実は唇とか舌とかなんですけれども、まあ、指先,、まあ先まあ、要は無毛部という部分なんですけれども、まあ、その部分は二点弁別域は非常に 小さい、つまり細かいところまでわかるということがわかりますで。例えば指で言うと、指の先の部分は1ミリぐらいなんです。二点弁別液1ミリぐらいなんですが、指の腹ぐらいになってくると3ミリぐらいになってきます。で、左側、あごめんなさい、右側は、刑事的な定位域値というふうに言うんですが、これ、二点弁別液と何が違うかというと、定位域値っていうのは、これ何かっていうと、要は、 1> 1点を触って、次にちょっとずれた一点を触るということをしたときに、ちゃんと違う点が触られたということがわかるような、まあ、それだけの距離がどれだけかということです。でこれはですね、実は同時に二点を触った場合に比べると非常に高い値をとります。まあ、要は非常に細かいところまでわかりますで。例えば指先で言うと、まあ、数ミリ、まあ、0.3ミリぐらい指が 死液の場所がずれただけで人間というのは分かるというふうに言われています。こういったです、ね、身体部位の依存性というのが体全体で計測されているしかも1960年代に詳しく調べられていいるということですこの二点弁滅液、まあ、興味のない人にとってはあんまり面白い話ではないかもしれませんが。 この二点弁別域というのが加齢とともに変化していくということもよく知られています。で、これ、あの白いところ、黒い輪が18歳から28歳まで、要は、まあ、若者の二点弁別域で、白いのが、まあえーまあ、シニアの方、65歳以上の人の二点弁別域です。で、見てみてもらうと、まあ、例えば、まあ、足裏なんかは、 非常に触覚が年齢とともに減退しているということがよくわかると思います。これ実際にですね、お年寄りが足裏の感覚がなくなってくるために、まあ、転びやすくなるという話と非常に符合するわけですねで。それに対して、例えば唇とか、それからふくらはぎですね、そういったあたりの減退は実は、まあ、えー、減退としては少ないと。ただ、まあ、ふくらはぎはもともとかなり悪いんですけれども、まあ、 減衰という意味では悪くなっていないということもお分かりいただけるかと思います。あとですね。まあよく見てみると、まあ、前腕のあたりとか頬のあたりもまあ、やや減退が少ないかなというのが見て取れるかなと思います。で、まあ先ほどですね。まあ、周波数に関してま需要期でによって役割分担があるということを言いました。 で実際ですね、マイスナー小体とパチニ小体で周波数の知覚はされているだろうというふうに考えられていますで。右側の図からまずお話ししますが、この右側の図は何かというと、これ、メルケル細胞とマイスナー小体と、それからパチニ小体の神経活動の、まあ、神経の活動域値をプロットしたものです。まあ、先ほど見せたものと近いです。 でそれに対してこの点線が何を表すかというと人の近くつまり人間に聞いてみてそして感じますか感じませんかということを聞いてみたというものですでその近く位置というのを実際にプロットしてみるとこれがまさにマイスナー正体とパチニチ正体の活動にぴったり一致しますということは、まあ、おそらくマイスナー正体とパチニチ正体が周波数近く、まあ、振動近くには少なくとも関与しているだろうと いうことが言えるわけですねで、まあ、ただ、ちょっと1点だけ注意しておいていただきたいのは、パチニ正体の空間加算特性というものです。でこれがまあ左側、この左側の図になるんですけれども、実はパチニ正体っていうのはですね、まあ、深い部分に存在するからなんですけれども、ある程度広い面積で刺激を与えないと活動しません。例えばまあ5円玉ぐらいのの大きさの まあ、振動子で振動させれば全く問題ないんですけれども、例えば1ミリぐらいのピン、ピンマトリックスみたいなもので表面から刺激を与えようということをしても、皮膚の深部に存在するパチン状態はほとんど活動しないんですね。そのような形で、皮膚表面の接触面積が大きく効いてきてしまうような需要器だということも注意していただければと思います。 それを注意しないとですね、パチンジ正体を刺激するために非常に細い針みたいなもので振動させようとして失敗するということがありますのでこの空間荷重についてはよく分かっておいてください比較的最近ですね、まあこうまあ、周波数近くに関してちょっと面白い研究がありましたこれは何かというと、まあ、異なる2箇所例えば、まあえー、腕の2箇所に振動を与えるということをします でこの振動の周波数は同じだけれども、位相をずらす2箇所の位相をずらすってことをするんですね。で、これ、脳にとっては、もしかしたら同じ1箇所だとするならば、例えば2倍の周波数に感じられてもおかしくはないですね。つまり 2, 回2倍の回数叩かれてるってことなんだから、2倍の周波数に感じられないか、まあ、そういうまあベーシックなところをやった研究っていうのがあります。 でまあ、その結果としてはですね、これ、非常に刺激場所が近い場合には当然2倍近くに感じるという結果が得られています。で、ただ面白いのは、腕の場合に16センチぐらい離れていたとしても、結構やっぱり高い周波数を近くしてしまうという現象が見られました。 16センチというのはかなりひ、まあ、広くて、二点面別域から考えても広くて、そしてこれ、現象が振幅を小さくしても同じなので、これは機械的に伝わったとも考えられません。ですから、そのぐらいですね、まあ、テンポラルな情報っていうのが、まあ、混じって感じられるというようなことが分かってきたということになります。 でまあ、実はです、ね、同じ学会で,です、ね、少し関連した研究がやはり発表されていました。でこれは何かというと指先に今度は息地より少し上のギリギリ感じるぐらいの振動というのを与えておくんですね。でその時に腕にやや強い振動を与えてやるということをします。そうするとです、ね、指先の感覚が見事にふっと消えてしまうんですね。 でこれ、やはり同じ周波数だと強く生じるんだけど、異なる周波数では生じないと聞きました。でこれ、かなり劇的に消えるので、面白い、まあ、マスク効果かなというふうに思います。で先ほどまではまあ振動とか圧力とか、そういうお話ばっかりしてきましたけれども、皮膚感覚に他にもたくさん感覚があるわけですね。で、皮膚表面の自由神経終末の部分というのは、 ままず温度温度感覚冷とというのがありますそれから痛覚というのがありましてこれは A2 ン痛というのがあって、まあ、A デルタ繊維と C 繊維が担当するというふうに言われていますそれからまあ有毛部先ほども言いましたように人間の体のほとんどの部分は有毛部なんですけれども、まあ、有毛部には有毛包受容器というのがあります要は毛の根元でまあ感じるような速度検出受容器です で速度検出需要器があるということはマイスナー正体が無駄なんじゃないのというふうに思われるのとありがたいんですが、まあ、まさにその通りで実は有毛部にはマイスナー正体がないという点で大きく異なっていて、まあ、手先などとは異なっていますで、まあ、C 繊維の話が少し出てきました。 でまあ、ちょっと C 線維、まあ、この授業の最初のほうでちょっとお話ししてるんですけれども、まあ、おそらく多くの方は忘れてると思いますので、ちょっと復習しておきます。で機械受容器につながる多くの神経は A 繊、Aβ ベータ線維、一部が A ガンマ線維というふうに言われています。で、A んとか線維っていうのは、これはマイエリンの随所という部分がありまして、それによって高速に情報を伝えることができる神経です。例えば秒速メーータとか そののぐらいの速度でで伝えることができますでそれに対して C 線維というのはこのマイエリンの随所の差がないので、まあ、電動速度が非常に遅いということになります例えば秒速 1m ぐらいだったりしますで例えば温度間隔でいうと A デルタ線維と C 線維が両方ともあるということが分かっていますそれから通覚に関しては先ほども言ったように A デルタと C が両方あります それから無毛部のマイスナー正体がありましたけれども、マイスナー正体は基本的にはエ β ベータ繊維なはずなんですが、ただ、数本、まあ、マイスナー正体ちょっと面白くて、一つの受容器の中に複数本神経が入っているんですが、そのうちの数本が C 繊維になっていると言われています、されています。でそれからです、ね、まあ、有毛部の部分にも、機械的な変形に応答する新繊維が存在していて、まあ、ゆっくり撫でてやる。 というような感覚に対応している、すなわち、情動に関与しているんじゃないかというふうに考えられています。で温度感覚に関して、少し発展的なことを話しておきます。で温度感覚に関して、先ほど A デルタ繊維と C 繊維があるというふうに言いましたで。やたらたくさんの種類があるんですね、この表にあるように。 で例えば、まあ、上から言いますと、侵害性の霊感、これはまあ強烈な冷たさということですが、それは C になっていて、で普通の霊感、つまりちょっと触ったときに涼しいなとか、そのぐらいのものというのは A デルタ、そして逆にちょっとあったかいなというぐらいの音覚に関しては C ファイバー、そして今度は非常にまああの強い熱さだなというものに関しては A デルタというふうに分かれています。 でまあ、なんでこういうふうに分かれているのかということなんですけれども、まあ、これはおそらく一般的な説明はまだないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、おそらく可能な説明というのは次のようなことかなと思っています。どういうことかというと、例えば、まあ、普通の冷却っていうのは、まあ今日の授業でも少し後でお話ししますが、触った瞬間にふっと冷たい、金属を触るとちょっと冷たいというぐらいな、その温度変化から、 材質感を判定するのによく使われますで、おそらくそのために素早い A デルタ繊維が必要だったんだろうと思われます。でそれに対して、侵害性の霊角、音角ということに考え、霊角、音角ということで考えてみると、これはおそらく環境の温度なので、まあ、例えばその場をまあそろそろ離れた方がいいだろうということは判断するということになるので、 おそらく、まあ、遅いし線繊維で良かったんじゃないかなというふうに思われます。でそれに対して、侵害性の音楽っていうのは、まあ、例えば暑い日だとか、直射日光だとか、まあ、昔から暑い日があったとはとても思えないので、まあ、おそらく直射日光だとか、あるいは太陽光に照らされて熱くなった石だとか、そういったものだと思いますけれども、まあ、そういったものをパッと、まあ、危険を感じなきゃいけないと。 いうことで、おそらく A デルタ繊維が割り当てられているのではないかというふうに、これは私の想像ですけれども考えています。有毛部について少しお話ししたので、その有毛部に関するちょっと面白い話をしておきます。それは何かというと、水面近くです。我々はこうやって水面に手を突っ込んだり上げたりしたときにですね、なぜかこの水面にきれいな 触触覚覚をを線のような触覚を感じますで実際皆さんお風呂に入ってみていただくと、まあ、はっきり感じると思うんですがでこの水面近くっていうのは実はもともとマイスナー正体のマイスナーさんが1 8この時にはですねこの人は水銀水ではなくて水銀に指を突っ込んでその時に線を感じるということを発見していました。 非常に昔のことで、これ実は江戸時代の話なんですけれども、そういう記述をしてるんですね。まあ、それで、要はまあ空間的な微分値を取るようなセンサーがあるんじゃないかということで、まあ、それでマイスナー正体という話につながっていくんですが、ただ実際にです、ね、この水面の近くに関して言うと、実はこの腕とかの方が指先よりも強く感じます。 ということは、さっきも言ったように、腕にはマイスー正体はないわけですから、まあ、少し変な話になるわけですね。でそれに対してですね、まあ、ちょっとこれは画面陰水になりますが、我々の方で実験をしています。で実際、これどういうことをやったかというと、まあ、最終的にはですね、これ水面を近くする、しないっていうのの切り替わりっていうのは、腕の毛があるかないか。 でもって大きく変わるとということを発見しましまたでつまり実際にですね高速カメラで見てみると腕を水面に入れた瞬間に毛がパタパタパタッとその海面の部分で動くんですね、まあ、それをどうやら検出している、まあ、まさに、まあ、有毛部毛っていうのが速度近くをまあしているしかもまあ環境のまあ変化に対応しているんだということがまあはっきり分かる事例かなと思います是非皆さんもやってみてください。 実際にですね、どうやって神経活動を調べるのか、触覚の神経活動を調べるのかというのも知っておいた方がいいかと思います。で、まあ、要は一言で言うと、まあ、針を刺して調べるんですね。まあ、このタングステン針というのを使いますが、この針がだい、まあえー、まあ、髪の毛よりもちょっと細いぐらいの、まあ、針というのを使います。で、その針の末端部分だけコーティングが剥がれていて、 それが神経に接することによって神経活動を捉えると。まあ、そういうような、まあ、血のにじむようなといいますか、まあ、血は虹に,にはいま,せんけれどいませんけれども、まあ、あのそういう努力の結果として神経活動が捉えられているということになります。で実際にですね、どういうことをやってるかっていうと、まあ、要は、正中神経っていうのを超音波断層装置で見つけるんですね。 で超音波断層装置で見てやると、まあ、正中神経が大体割り箸ぐらいの太さで見えるんですね。で、この辺にありそうだということで、その断層装置で観察しながら、まあ、針を入れていくということをします。で、まあ、これ実際、お医者さんがいないとやっちゃいけないことなんですけれども、でその針の,、まああの、針にですね、アンプをつけて、まあ、スピーカーでずっとそのアンプを聞いてるとですね、 その針が神経に触れた瞬間にバリ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 っていう音がするんですね。でそれでああヒットしたヒットしたということで,でその後で今度は指先にもを触ってみるってことをします。で触ってみると、まあ、どこかでバリ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 っていう音がしてくれるのであここの受容器の神経に触っているんだということが分かってその後はそこので実験をするということをしていくわけです。 でこれですね、まあ、実験のコツとしては、とにかく、被験者が動かないようにすることがとても大事で、でまあ、結局ですね、神経がめちゃくちゃ細い、直径10マイクロメートルとかそれよりも細かったりするので、それに対して針の方が太いんですね、実は。なので、ほんのちょっとでもブレると、もう神経活動の計測が終了してしまうというものになります。なので、まあ、例えば、まあ、患者は、患者ではないですね、被験者を なるべく固定するということもそうですが、まあ、あとはなるべくリラックスさせてやる。筋肉の活動も生じないようにしてやるというような形で実験をするということです。これが猿で同じような実験をする場合には、まあ、ちょっと骨を固定するようなことも実際に行われます。これが実際にこうやって針が刺さっている様子です。あとですね、今度は皮膚の変形。 要は触覚なので皮膚変形も測れないといけないだろうということで普段のカメラのような形で皮膚変形をカメラで撮影することができないかという研究はたくさん行われています例えばこれは代表的な2003年の研究ですけれどもこの左側の図にあるような状態を作ってやってそしてまあ例えば指紋の動きを捉えてやるということをするんですねただこういうやり方っていうのは基本的に表面が なだらかな状態でないとこういった光学的な観察というのはできないというのは明らかかなと思います。で実際ですね、例えばラフな表面を触ったときってどうなるかっていうと、こんな感じなんですね。要は下からカメラで撮影してやっても全然見ることができないよという状態になります。 それに対してですね、これもちょっとガ画インスなんですけれども、我々の方の研究室ではですね、こういった感じで油を入れてやりましょうと。油を入れてやって、その油、浸しにしてやる。でその油のまあ屈折率が、このデコボコ物質、デコボコテクスチャーと同じだとすると、実は光学的に消すことができるようになるわけですね。で実際にそうやった状態で、 こう観察してみると、もうはっきりと指の動きというのを観察することができる状態になります。まこうやってやることによってですね。ま、光学的なまえ皮膚表面のダイレクトな観察というのが可能になりつつあります。 これはですね、実際にその観察というのを立体視にまで、ステレオビジョンにまで拡張したもので、実際にですね、こうやってカメラを2台用意してやって計測してやるということをしてやるとですね、例えば正弦波状の波、波々の板を皮膚で触っているときに、ちゃんと皮膚が動いている様子というのがはっきり観察できるというところまで来ています。はい。 でここまでで、まあ、皮膚のメカニズムについてのお話をしましたで。ここから少し触覚のイリュージョンについてのお話をしていきたいと思います。でまずですね、一つ目、加減運動です。これは何かというと、まあ、要はこんな感じです。これ何かというと、LED がたくさん並んでいるときに、その LED の点滅を動かしていると、 まあ,あたかも映像が動いているように見える。でも細かくよく見てや,るとですやってもですね、この LED の天群自体が動いているように感じられると思うんですね。LED の天群自体は動いてないにもかかわらず動いているように感じられますで。こういうのを加減運動というふうに言うんですが、触覚でもこの加減運動が存在するということです。で実際にですね、 ま、こんな感じで、まああのー、スピーカーを振動させていくというのを移動させてやるとこれが非常にクリアな運動を感じることができますで視覚の加減運動と違って触覚の加減運動の場合にはこの地点 A と地点 B との間で時間的にオーバーラップがちょっとだけあった方が、まあ、よりクリアに加減運動を生じるということも分かっています こんな感じですねで次に今度はファントムセンセーションです。でこれは何かというと、まあ、地点 A と地点 B で同時に刺激を与えたときに、知覚位置として中間地点に刺激を感じるというものですで。これは連続的な振動であっても中間地点に感じるんですけども、そのときにはちょっとえ、まあ、えぼやけた感じに感じられますで。特に強く感じられるのは、これは、 短パルスの刺激、非常に短い時間時間の刺激を与えている場合です。その場合に、まはっきりと中間地点にだけ感じるということを実現することができます。で、このファントムセンセーションはファネリングというふうにも言われています。ファネルっていうのはあの縄骨、あのロートのことなんですけども、要は周辺部分の刺激というのが中心部分に集まって感じられると、重心位置に集まって感じられるということです。 これ、地点 A と地点 B の刺激の強さを変えると感じる位置をずらすことができるのでこれによってゆっくりと移動していく感覚のようなものも感じさせることができます。ファントムセンセーションはいろんなところで使われているんですが例えば、端物体の中でファントムセンセーションが移動していくように感じられるという報告も多数あります。 これは例えばですね、タブレットを用意してやって、そのタブレットを両手で持ってやると。で、その両手で右と左側に振動子をつけてやると。で、その振動子の刺激というのを地点 A と地点 B でこの図のように変えてやるということをしてやると、まあ、何かボールが移動していっているような感覚を表現することができるというふうな形で使われていたりします。 でこれはですね、まあ、あの、ちょっと参考までにということで持ってきたんですが、バーチャルローリングストーンという、まあ、面白い研究が知ら、よく知られているので紹介しておきます。で、今度、これはですね、ま、筒、まあ、まあ、金属の筒が用意されてるんですが、その筒の中で、金属のボールが、コロ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 っと転がっていくという振動、それから最後に底付きしてカツンとなるという衝撃、これをですね、まあ、えー、モデル化して、 でまあ、振動子だけで再現しているということをやった研究があります。で振動子はまあ手元の部分に存在していてで、実際にはこの棒の中には球が入っていないんですが、まあ、みんなですね、これ棒を傾けて、コロ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 っていう振動が来て、カツンとなるともう、完全に球が入っているというふうにもう全員が感じます。これもう驚くほどリアルな感触を感じることができます。 で、この場合にはですね、まあ、まさにですね、ボールのぶつかった位置まで回答することができてしまうんですが、そういう意味では先ほどの、まあ、いくつかの錯覚現象に似てるとは言えるんですけれども、ただこの場合にはですね、振動は一箇所手元でだけ行っているという例になります。で、それからですね、まあ、先ほどの、まあ、ファネリングとか、それから、 加減運動とかにも少し似た現象として、跳躍運動、あるいはラビットというふうに言われている現象がありますで。これは何かっていうと、例えば、まあ、3箇所だけを用意してやって、その3箇所をこの図みたいに、まあ、複数回ずつ刑事的に叩くということをします。で、これをしてやるとですね、まあ、我々の知覚としては、こんな感じで刑事的に まあ移動しながら刺激されていいるるという,ふうに感じるんで、すねでこれですね、まああのまあ、ウサギが飛び跳ねていっているようだということで、ラビットというふうな名付け方がされているんですけれども、まあまあ、移動していく感覚という意味では、まあ、先ほどの加減運動とかに近いんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、ただこれ、まあえーまあ、理算的なところで、まあ、明瞭にです、ね、移動していく感覚を 理算的に生じるので、まあ、そういう意味では、まあ、ちゃんと違う錯覚現象として取り扱われています。で今度は、少し先ほど前とは違う、まあ、錯覚現象を少しお話していきます。触感に関する錯覚現象です。で、これはベルベット・イリュージョンというふうに言われているんですが、どういう錯覚かというと、まあ、テニスラケットとかを両手で挟んで、 で、この図のように前後に動かすということをするんですね。で、そうすると、じっとやってるとですね、テニスラケットの網目とは他にもわっとした何かを感じます。で、これをベルベット感だということで、ベルベットイリュージョンというふうに言うんですね。で、これ実は、細いワイヤー2本でも生じます。まあ、ピーンと張った細いワイヤーを用意してやって、で、そのワイヤーを両手で挟んで、まあ、撫でると。挟んだ状態で撫でると。 いうことをしていると、これもやはりですね、もわっとした感覚を生じます。これぜひ試してみてください。これ実は今日のレポート課題の一つにもしています。次がですね、フィッシュボーン錯覚と言われている現象です。これは比較的最近分かった研究なんですけれども、中谷先生という方が発見されたものです。これ何かというと、この写真のようにですね、 背骨状に切った紙を用意します。でまあ、それでフィッシュボーンというふうに言うんですが、この紙を台紙に貼り付けてしまいます。でそうすると、まあ、背骨部分は出っ張ってるはずですよね。でこの時に、この背骨部分をなぞってやるということをしてやります。この背骨の幅がだいたい3ミリとかそのぐらいです。でそうしてやるとですね、 実は物理的には高いはずの中央部分が明瞭に周辺よりもへこんで感じるという現象になりますおそらくこれはですね、まあ、要は周辺部分がデコ凸凹しているのでその部分で自由気活動が生じて中心部分ではその活動が生じないので、まあ、その点から凹凸を判断しているのかなというふうに考えられるかなと思います これもですね、今日のレポート課題の一つにしてますので、ぜひ試してみてください。で今度はですね、まあ、ちょっと変わった錯覚現象として、吸引なのに圧迫と感じられる錯覚というのを紹介しておきます。これ何かというと、まあ、例えばストローみたいなものを用意してやって、そのストローで皮膚を強く吸ってやるということをします。 そうしてやると、まあ、本来吸われたという感覚を生じるんですけれども実はこれ、まあ、ストローの直径によってはですね押されたという感覚と区別がつかないことがあります。でこれは説明としてはです、ねまあ、吸引とそれから押し下げで受容器の存在する深さの部分での歪みエネルギー分布が同じだから人は区別ができないんだろうというふうにまあ解釈がなされています。 つまり我々っていうのは実際の物理現象そのものを知覚しているんではなくて需要期活動で知覚しているんだということの証拠にもなっているわけです。で今度はですねいくつか温度に関係する錯覚現象を紹介しておきます。で一つ目がサーマルリフェラルと言われる現象です。これ何かというと例えば人差し指と薬指を氷で冷やしてやるということをします。 で同時に中指で適当なものを触ります。この場合には消しゴムを用意しました。消しゴムは別に冷たくもあったくもないので、そういった適当なものを触ります。そうするとですね、これが中指で触れているものまで冷たく感じるんですね。まるで冷たい何かを触っているというふうに明瞭に感じます。これ、あったかい側でも生じます。これもぜひ家で試してみてください。これもレポート課題の一つにしていたと思います。 でサーモルリフェラルに関してですね、今年の会 CHI でそれを使ったインターフェースというのが提案されていたので紹介しておきます。でこれ、腕にですね、まあ、例えば手で撫でられているような感覚を出したいと。とただ、そのときに、ただの機械的な動きだけではなくて、温度感覚的にもまあ手で撫でられているように感じさせたい。でそのときに、温度感覚提示装置は動かさない。全体を温めておく。 だだだけけけれども触、まあ、触覚覚はは、まあ、圧迫的な触覚だけは移動させるとということをしますでそうしてやると、まあ、やはりまさにサーマルリフェラルのおかげで温度感覚もちゃんと移動してくれてるよだから撫でられてるような感じがしますねというような研究になりますまさにサーマルリフェラルを、まあ、ダイレクトに扱った研究かなというふうに思います 今度はですね、温度感覚の錯覚のもう一つなんですが、サーマルグリルイリュージョンというのを紹介します。これは何かというと、近い距離で暖かいと冷たいを同時に提示している。例えばこの場合、まあ、中指だけ、まあえー、冷たくしてやって、人差し指と薬指だけ非常に暖かくしてやると。あるいは逆でもいいですが、そういうふうにしてやると、通、まあ、覚を生じるというようなものです。 でこれいろんな説明がされているんですが、一つの説明としては、まあ、霊刺激というのが、深海性容器を刺激するんだけれども、ただ、霊刺激によって痛みが抑制されて、まあ、知覚しないという、まあ、脳内のメカニズムがあるそうです。でその時にですに、ね、音刺激を加えると、この抑制が外れてしまうことによって、痛みが知覚されるのではないかというふうに、現在のところは説明されているようです。 このサーマルグリルイリュージョンに関していろいろ応用がありまして当然ながらです、ね、実際には物理的には痛くない状態で痛みを感じさせるための心理実験の道具としてよくサーマルグリルイリュージョンは使われていますそれ以外にちょっとこれ我々の方でやった研究なんですけれども痛みをあえて温度感覚で提示す,することによってかゆみが抑制できるのではないかという研究をしたことがあります。 で、そのまあ、サーマルグリルリュージョンを使うわけですけれども、まあ、なるべく簡単にそ,のそれを実現しようということで、まあ、ローラーを用意してやるということをしました。そのローラーの,、まあの中にはペルチェ素子が入っていて、同時にあったかいと冷たいを出すということをしたんですね。で、そうしてやると、あったかい、冷たい、あったかい、冷たいというのを皮膚の表面に、まあ、転写してやることができるというような仕組みになります。 そうしてやると、まあ、これが実際にです、ねまあ、サーマルグリルの状態になりまして、ちょっと痛いということで、か、ま、ゆ、あ、みが抑制されるということを検証した研究になります。で温度に関する錯覚現象もです、ね、普通の触覚に関する錯覚現象と似たようなものがいくつか発見されつつあります。この辺は実はかなり最近の話です。で例えば2016年にはです、ね、温度に関しても、 ラビット現象、跳躍運動現象が存在するということを実際に確認するということが行われました。あとは、ですね、例えば、両手で右手と左手の間で温度間隔を提示してやるということをしてやると、その間で手と手の間に温度が移動していった。 ような感覚を生じるこれを、まあ、この被写らは温度の加減運動というふうに呼んでいますが、まあ、そういった現象が存在しそうだということを、まあえー、突き止めたものもありますでそれからですね、まあ、温度感覚に関しても無限音階的な現象があり得るということを示したものがありますでこれは何かというと複数のピルチェ素子を用意してやって温度を急上昇させてやりつつ それからなだらかに温度低下をさせてやるというのをそれぞれの素子で実現するということをしているとそうするとです、ね、温度上昇だけを知覚するのである種の無限に上昇する温度感覚みたいなものを知覚することができるんですねこれなかなか賢いやり方かなというふうに思います。はい、というわけでここまででまあベーシックな話が終わったということで まようやくここからですね触覚ディスプレイについてのお話をしていくことになりますで初めの方にお話したようにまあ触覚需要器例えばメルケルマイスナパチニということで考えるとまあ横軸がまあ時間的な特性縦軸が空間的な周波数ということでいうとまあこういったまあえ触覚需要器の役割分担があるわけですでそれに対してまあ提示したい情報も やははり同じような分布でで考えるることはできるかときか思いますすなわち高い周波数だけれども空間的には細かくないものが青色のこの警告信号の部分それから、まあ、時間的には反応は早くなくていいけれども空間的には細かくなきゃいけないという自負片の情報これは赤いところで示しました例えば点字とかエッジとかそういったものです。 それに対して、中間的なこの緑の部分というのは、例えば材質感とかテクスチャー感とか、そういった領域になるかと思います。で、現在のところ、この領域すべてを提示できるようなハードウェアデバイスというのがないので、なので、残念ながら、この、えー、それぞれどの領域に該当するかということで、まあ、実際の触覚ディスプレイというのが変わってくるということになります。 でまずはですね、一番最初のこの警告信号の部分ですけれども、これはまあ、あの、一番よく使われるのは振動モーターですで。振動モーターっていうのはですね、この動画にあるように、変身重りという、まあ、モーターと軸がちょっとずれているような重りを用意してやると。で、この変身重りを回転させてやると、その回転が振動に変換されるという非常にまあコンパクトなものです。で、これ、電圧を変えると、 まあ、振動の回転数が当然変わるので周波数も変わるということになりますつまりこの変身ごもりの方式では、まあ、振動の強さと周波数を独立には制御できないということになりますそういうこともありますしあと、まあ、応答性もそんなにいいわけではありません時間的な応答性が悪いですなので、まあ、材質感とかテクスチャーの提示には不向きなんだけれども、まあ、警告信号だとか帯域的な運動には 向いてますしとにかく簡単に作ることができるという点は見逃せないかなと思います。で先ほどのです、ね、変身モーターの悪いところを取り去ろうというふうに頑張ったのがいわゆる直動共振アクチュエーターリニアレザーントアクチュエーターと言われているものです LRA というふうに言われています。でこれは何かというと要はボイスコイル型の振動子なんですね。 要は電磁石と磁石石ととがありますよというだけで,すでただですね、まあ、この LRAR というのがレズナントと、まあ、共振というところからも分かるように、まあ、大体の LRA は強い共振特性を持たせていますでその共振周波数は大体150から 200Hz ぐらいというふうにされてまして要はパチニ小体の領域を狙うように設計されています。 で今現在ですね、スマートフォンとかスマートウォッチでクリック感みたいなものが提示されると思いますが、それはみんなこの LRA が内蔵されているものになります。でこの時間、まあ、LRA になりますとですね、時間遅れとしては、まあ、変身重りの場合が80ミリ秒ぐらいあったものに対して、LRA だと10ミリ秒以下ぐらいに抑えることができるので、まあ、そういう意味で応答性に関してはかなり良くなっているということは言えます。 これがですね、実際に直動共振アクチュエーターを動かしている様子です。で、例えば 120Hz で振動させたときには、このぐらいの音がしてるんですけれども、まあ、150Hz ぐらいにこれの場合には共振を持ってまして、まあ、強い振動が出て、まあ、それよりちょっと高い周波数になると、やっぱりちょっと振幅は小さくなるという様子が見て取れるかと思います。ですから、この直動共振アクチュエーター商品のものっていうのは、かなり共振、 の特性としてはピーキーなものが多いです。ただですね、このビデオで使っている直動共振アクチュエーターは、やや LRA としては周波数特性としてはブロードなものになります。ですので、例えば音楽を入れたりしても、その音楽が振動としてちゃんと感じられるし、それを例えば 紙コップにつけてやると音楽としても聞こえちゃうんですね。ちょっと聞いてみてください。でこれ、実際に音楽信号を入れているものですけれども、もうはっきりと音楽が聞こえているということがお分かりいただけるかと思います。でこの LRA に関して、まあ、最近ちょっと面白い研究がありました。でこれ何かというと、 LRA の駆動回路というのがあるんですが、その駆動回路部分で,です、ね、逆起電力を測定するということをするんですね。でそうしてやると、この LRA が触られているかどうか、それからどのくらいの力で押されているかということを計測できるそうなんですね。で実際、この LRA の逆起電力の測定回路というのは、多くのドライバー、LRA ドライバーに鼻臓されているので、 それを使っていると、実は LRA というこの振動子自体が触覚センサーの役割も果たしてしまうということが分かっているということです。さて、ここまで振動子のお話を何度もお話ししてきました。ただですね、実際のところ、この振動子を身につけるべきかということで考えると、理想的にはそういった振動子みたいなものなんていうのは、 まあない方がいいがわけですねでそのために、まあ、実際には物がないんだけれども触覚を感じられるということをどうやって実現するのかということをやった研究が、まあ、いくつかありますで。それのうちの代表的な例が超音波を使ったものです。で超音波を使った触覚提示っていうのは一番最初はどういうものだったかというと水中に、まあえーまあ、超音波素子を発信誌を用意してやって で水中のレンズを使ってやって、まあ、フォーカスさせてやるということをやっていました。でそれがです、ね、実際にもうちょっと進化していくとちゃんとフォーカスを移動させてやるというようなことまでできるようになってそれで水中で触覚を明瞭に感じることができるというところまでいったんですね。でそれが実は、まあ、いわゆる超音波を収束させた触覚ディスプレイというのの最初の ものとということになりますでただです、ね、水中でやるという場合、水中でしか使えないということになると、なかなか用途としては限られてしまうということになるわけですね。それに対してです、ね、やっぱり水中だとあんまり用途として難しいよねということで、空中でやってみたというのが、空中の収束超音波による触覚ディスプレイになります。 でこれの場合にはです、ね、ぜひ動画の方を見ていただきたいんですけれども、複数の超音波振動子を用意してやって、それによって、ある空間中の一点にだけフォーカスさせてやるということをします。でそのフォーカスさせてやった部分で圧迫力を生じるのではっきりとした触覚を感じることができるというものになっています。 でこういったまあ空中超音波による触覚提示というのはまあ非常にまあ幅広く行われるようになりまして例えば、これの例ですと、まあ、2箇所で持って超音波触覚を使って遠隔的な触覚提示触覚情報っていうのを伝え合うというようなことが行われたりしていますで同様にです、ねまあ、手のひらには何も持たないんだけれども触覚を提示したいと。 いうことの別のアプローチとしては、まあ、超短時間の高エネルギーレーザー光というのを与えてやるということをやっている例があります。ただ、これの場合にはですね、実際に指にそのまま当てるというよりは、指の表面に、まあちょっとまあグローブのようなものをはめてやって、で、まあその表面に、まあレーザー光が収束して当たった時の、まあ衝撃波でもって触覚が提示されるというようなものになっているようです。 さて、まあ、先ほどまではで、ね、いわゆる警告信号の話をしてきましたけれどもただあの、まあ、それだけではこの青い領域だけということになりますで今度はこの緑の領域というのが、まあ、関心が出てくるわけですねでこの緑の領域というのは、まあ、要はいわゆる食感の領域ということになりますで食感というのが実際にはどういうものによって構成されているのかというのをまあ研究した方々がいまして でその結果として得られた図というのがこの右側の図です。これ触覚、触感の5次元の図ということになりますけれども、要はフリクションというのが摩擦。摩擦に起因する、まあ、力に起因する摩擦ですね。それからファインラフネスというのが細かいラフネス。要はザラザラ、まあ、ツルツルザラザラというようなところです。そしてマクロラフネスというのが、これが要はデコボコ感というものです。 それからハードネスというのが硬い、柔らかいというもの。それからウォームネスというのがあったかい、冷たいというものです。おそらくこの5次元ぐらいで食感というのは構成できるだろうというふうに考えられています。で、これを実際に再現するということで考えると、例えば先ほどの振動子でもですね、例えば LRA の,ものようなものというのはあんまり使えなくなってくるわけですね。 つまり高忠実な振動提示というのを行う必要があるということになります。でそれで実際にやるのは何使うのは何かというと実はただのオーディオスピーカーが実はかなり理想的です。なぜなら駆動系はほぼオーディオアンプでよくてしかもまあ周波数的にフラットな特性を多くの場合持っているからです。でまあ、これで,です、ねまあ、スピーカーでもっていろんな食感を再現できるんですが ただこれで再現できるのはどちらかというとこの食感の中でも比較的細かな粗さ感ザラザラしているとかツルツルしているとか要は主にパチに正体が捉えているそのがゆえに空間的な凸凹感とかは関係のないそういったような食感成分が得意というようなことになりますで我々の方ででもですね実はおそらくかなり世界的にも早い段階で スピーカーカをを使って高忠実な触覚提示をするということを行いましたでこのときにはです、ね、実際にオーディオスピーカーを手で両手で外してやるという使い方をしました。でこれをやるとです、ね、オーディオスピーカーで、まあまあ、要は空気を押す、吸い込むというような形になりますので、実は非常に高中実な触覚提示ができるんですね。まあ、これ以上、高中実な方法はないだろうというぐらいのものです。 でしかもこの場合には手は手のひらは何も触っていない状態になりますので、まあ、あの初めから柔らかい感覚が出せるで。これ実は非常に低い周波数も出せるし非常に高い周波数も出せるということで例えばまあ心拍の再現なんかも普通にできるようなものになりました。 でまあ、スピーカーを使っているというだけだとです、ね、まあ、いくつまでも小型化にならないので、まあ、これを小型化していくということに当然なります。でこの小型化というのはです、ね、一番最初はどの辺から来たかというと、例えば携帯電話の振動子としていくつか提案されたものがありますで。音声スピーカーとの兼用を念頭に置いたものがいくつか作られたりもしたんですが、まあ、今の決定打としてあるものは、例えば、 まあ、アルフサイパインのフォースリアクター、ハプティックリアクターというふうに言われているような、この上の図にあるようなもの、それから、まあ、触覚提示の研究用として販売されているハプチュエーターのようなものということになるかと思います。で例えばです、ね、このフォースリアクターというのがどこで使われていたかというと、まあ、皆さん知ってるかもしれませんが、ニンテンドー DS の振動カートリッジっていうのが昔ありました。 でそこのフォーースリアクタとというここになりますでこのハプティックリアクターという、まあ、フォースリアクターの後継のものになるんですけれども、これはどういうものになっているかというと、これ、まあ、バネマスダンパー系ではあるんですけれども、まあ、2軸の異なる軸に2つの共振点を持たせるということをやっています。でこれによって結果として幅広い周波数帯域との知覚が可能になるということになります。 なので、まあ、LRA とはなかなか言えないかとは思うんですけれども、まあ、これを LRA の一種というふうに分類する場合もあるようです。でまたもう一つの代表的な振動子として、ハプチュエーターというのがあります。これはですね、あのまあ、なかなか市販で買えるものでもないんですけれども、まあ、カナダののまの会社が作っている研究用のものになります。 でこれ構造がちょっと面白いので、ちょっとよく理解しておいてほしいんですが、中に磁石が入っていて、その磁石自体が振動するんですね。でただ、まあ、面白いのが、この磁石の作り方で、磁石を NSSN をあえて逆極性で接続するということをしています。これ、強い、まあ、接着剤でそういうふうにしています。でそうすると何が起きるかというと、 磁石から出る磁束が非常に強く横方向に出るということになるわけですね。そうするとこの横方向に出た磁束とその周辺にあるコイルとの間での電磁的な作用によって力が発生するということになります。ですのでちょっとこういうような磁石としてはちょっと無理のある構造を取ることによって強い振動を出すということをやっているわけです。 でこれですねあの、振動体が磁石プラス芯ですねで、コイルが筐体側っていうところにもちょっと注目しておいてほしいかなというふうに思います。実はこういった構造っていうのは、他かの振動子であんまり取られていないんですねで。この構造のメリットは何かっていうと、振動するもの自体が重いということ自体が実はかなりクレバーなんですね。なぜかというと、振動子っていうのは何のために使うかっていうと、 体体をを通じじて振動でで感じるために使うわけですねでその時に、まあまあ、振動させるものというのは実は重ければ重いほど、筐体の方が振動します。ということはその時に、まあ、振動が効率よく体に伝わるということになるわけです。でちょっとここで余談をお話しておきます。で非常に簡単なモーターというリニアモーターとして有名なおもちゃです。 ちょっと動画を見てみてください。ということで、これ何が起きているかというと、まあえーまあ、右側の図の方を見ていただければと思いますが、電池があって、その電池にネオジウム磁石がいくつかついている、いくつかつけているのはそれ強くなるからです。でそうしてやるだけで、これ、このバネみたいなもの、これは銅線なんですが、剥き出しの銅線なんですが、その銅線でもって、まあ、シュッと今、モーターが動きましたよね。 で実はこれ、先ほどのハプチュエーターと全く同じ構造だということにお気づきでしょうか。要はこれは磁石によって発生する磁束がコイルを貫通することによってこれは一方向への力が発生します。でこれよく誤解されるんですがこれ磁,、えー、磁石は前,前の磁石と後ろの磁石はこれ逆極性でないとうまく動きません。 これ同じ極性じゃないと動かないんじゃないかという,ふうに思われる方多いんですが、実はこれ、逆極性の場合に効率よくちゃんと電磁力によって前方向に動かれ、後ろ方向に動くということになります。いというわけで、ここまで電磁力によって発生する、振動を停止するということをいっぱい行ってきたんですが、電磁力によって力を出すといったら、DC モーターがそうじゃないかと。 じゃあ DC モーターは使えないのかという話になります。で、実際のところですね、DC モーターは変身モーターのようなことをやらなくても、DC モーター自体で振動提示ができるということは分かっています。で、これが実際に DC モーターに、例えば数十ヘルツの振動を与えた例なんですけれども、まあ、動画で見てみていただくと、しっかりと作用・反作用によって、 まあ体の方にも振動が伝わっていることがお分かりいただければと思いますで。実際ですね、例えばこの DC モーターを紙コップにつけてやるということをやってやると、まあ、これもやはり先ほどと同じように、はっきりときれいな音楽が聞こえるぐらいに、実は DC モーターは振動提示能力があるということになるんですね。はい。 これでで、ね、これ我々の研究なので、またちょっとが面飲水なんですけれども、最近ですね、さらにこの DC モーターの出力軸も同時に皮膚に固定してやるという方法を取っています、取ることを提案しています。そうしてやると結局、皮膚に対してねじりのような触覚を呈することができて、これはエネルギー効率的には非常に良い触覚提示の方法になるということになります。 でさらにですね、実は磁石だけで触覚が提示できるんじゃないか、あるいは磁石とコイルを分離して提示できるんじゃないかというような研究が、まあ、かなり多く行われています。例えばこの上のです、ね、マグネタクトや、それからまあ右側のものに関しましては、これは磁石、まあ、磁性体だけで,です、ねまあ、触感、まあ、反発力や吸引力によって、カチカチ感のような触感を出すというような研究になります。 でそれから下の3つのものはこれ何かっていうと、まあ、例えば右左下のフィンガーフラックスっていうのは有名な研究なんですが、まあ、電磁石を非常にたくさん並べてやるとでタブレットの下にそうやって並べてやってで指に磁石だけを取り付けてやるということをすると、まあ、ちゃんと指に触覚が返ってくるでしょというような研究です真ん中のものもスマートウォッチに変わってますけれどもあまり変わらないような研究になりますでこういった研究っていうのは 指先においては磁石だけなので、要は給電の必要がないというところが一つのメリットになりますで。それに対して、例えば右の端っこのものというのは、これは今年の会で発表されたものですけれども、今度は環境側に磁石を配置してやって、そして指先にコイルをつけてやるということで、やはり磁石とコイルを分離して触覚提示をしているという一つの例になります。 で今度は温度感覚に関するディスプレイについてちょっとだけお話ししておきます。で温度感覚、当然、まあ、材質感にとってとても重要なんですけれども、実際ですね、例えば人間、我々が発泡スチロールを触るか、あるいは木を触るか、あるいは金属を触るかということにが、どうやって判断されているかというと、これはほとんど温度感覚で判断されているということが分かっています。 要は我々人間、対象物を触った瞬間に皮膚温度が基本的には下がるわけですね。その下がる温度変化のプロファイルがまさに材質感になっているだろうということが明らかになっています。この温度感覚の提示方法、いろいろあるんですけれども、基本的にはペルチェ素子のようなものを使うことが多いですで。この温度感覚を効率的かつ高速に提示しようという 研究をちょっと紹介しておきますでこれは何をやっているかというと、あえて複数個のペレチセ素子を用意しておくんですね。でその複数個のペレチセ素子で温度の変化だけを提示してやる、つまり、まあ、例えばあったかくなるならあったかくなったという微分の部分だけを提示してやって、その後こっそりと元の温度に戻すみたいなやり方をします。それによってエネルギー効率を、まあえー、保つわけです低く保つわけですね。 でさらにです、ね、この研究の場合には、まあ、ペルツェ素子をそれぞれあったかさ提示用とさた冷たさ提示用にまあ専業させます、まあ、分業させます。まあ、そういうことをしていると、要はペルツェ素子っていうのは、実はあったかい、冷たいを交互に繰り返して提示をしていると、中に熱がこもって大変なことになるということがよく知られている素子です。なので、あえて 2つ以上のペレス素子を使って分業させてやるということをしていると実は高速に提示できますよということを示した研究になります。温度感覚、まあ、さっきの感じだと接触で提示するのが普通なんですけれども当然非接触で提示してやろうという研究はいくつか行われています。例えば赤外プロジェクターで温度を提示してやろうという研究があったりだとか あるいは空中超音波先ほどお話ししましたがその空中超音波にミストの搬送の役割をさせてやることによって冷却を提示してやろうというような研究があったりしますでさらにです、ね、最近では温度感覚を化学的に化学です学、ね、の方で提示してやろうという研究もあったりしますこの場合カプサイシンとオイカリプトールというまあ薬品を まあ鼻に対して噴霧してやるということによってまあ温度感覚をまあ実現するというものになります。でさらにですね、まあ、最近あのヘッドマウントディスプレイが普通に普及しているので、そのヘッドマウントディスプレイにおいて温度提示をどうやってやるべきか、まあ、先ほどの研究もそうだったんですけれども、まあ、そういう研究が多くなっています。でこれはその代表的な研究でして、まあ、VR 空間で 温度を提示してやる、またはテレグディスタンス環境で温度を提示してやるというために、まあ、温度提示のペルチェ素子というのと、それからヒーターです、ね、を中に内蔵しているということを実現しているものになります。であとですね、こちらはちょっとあの我々の,方の研究の紹介になりますけれども、実は同じようなヘッドモントディスプレイへの温度提示というのを念頭に置いたときに、実は額への電気刺激。 でもって温度が特にですね、まあ、電気刺激だからジュール熱が生じるんじゃないのというふうに思われるかもしれませんが実際のところ電気刺激でひんやりとした冷却を生じることがあるんですねで生じる場所ではしっかり氷みたいに感じるということが知られて分かっていますでこの電気刺激による冷却っていうのは腕とかでは以前から観察されていたんですが 額でしっかりと試してみたというものになりますさてで今度はまあエッジとか展示とかそういう凸凹ココ感っていうものをどうやって提示してやろうかという話になりますでこれもまあ材質感の一種食感の一種ということは言えましてこの5つの分類の中ではマクロラフネスという分野に入るかと思います でまあ、3次元的な形を提示するということで、まあ、誰もが思いつく方法というのはこれなわけですね。これ X、X メンという2000年の映画ですけれども、まあ、まさにピンマトリックスを大量に用意してやって、それでもって形を提示してやると。まあ、これでまあ全てがすべばいいんですけれども、まあ、アクチュエーターが大変だろうなというのはす,べ、まあ、すぐにお分かりいただけるかと思います。まあ、実際ですね、これ。 あの、我々も似たようなものを作ろうとしたことがありまして、で、これ、あの、当時の中谷先生ですけれども、まあ、こういったものを作りましょうということで、実際に作ったということです。で、これが実際に作ったものになります。で、これはですね、この時、あの、SMA、シェイプメモリアロイ、形状記憶合金というのを使いました。で、この動画でもうすでにこれ 16×16 16で256点の形状記憶合金を大量に 収縮させてやる、中にはあのバネとかも入っていて、元に戻ることができます。でそれでこのぐらいまあ上下方向に高速に動かすことができるということが分かったんですね。でただですね、これあの、発熱がやっぱ大変です。なので、これ、実際にはこの、まあ、バケツみたいなのを入れてますが、バケツの中に油が大量に入っていまして、その油でもって、冷やしながら実際にはやっているということになります。 でこれは当時非常に苦労したのでちょっと読む読む話ですけれどもこれ実際何で作られているかというと全部ベーク版ですねあの要は基板加工機でもってこれ全部削切り出してやって1ピン1ピンを作るということをやりましたまあやっぱり256個ぐらいの素子数のものを作ろうとすると途端にものすごい人力作業になってしまうという経験を当時したのをよく覚えています でそれからです、ね、こういったピンマトリックス上の上下運動をするアクチェ、ものっていうのは、何度も研究としては行われてるんですね。でこれ、2013年に行われたもので、先ほどのポップアップよりもだいぶ後なんですけれども、ただ、面白いのは、彼らはこれをテレグディスタンス、あるいはテレプレゼンスの文脈で、えーまあ、作り直しましたで。この右側の写真を見ていただくと、お分かりいただけると思うんですけれども、 要は向こう側、遠隔地の人の映像があって、そして手の動きというのをこのピンマトリックスで表現しているということをやったんですね。しかもこのピンマトリックスの数もすごいですね。これぜひ動画で見ていただきたいんですけれども、まさに向こう側の人がこちら側に来たかのような感じというのを体験できるものになっています。 で上下変異ということで言いますと、ちょっとこれは、まあ、あのどちらかというとサイエンティフィックな研究になるんですけれども、ハンドヘルド型の2種類の触覚ディスプレイを、まあ、比較しましたという研究があります。これ、かなり重要な研究です。で左側のものは、これ、えー、指先のに当てる傾きですね。傾きを定義するというもので、で右側のものは、まあ、ピンマトリックス的なもので、まあ、形状を定義すると。 いうようななものになりますでその2つを比較したというようよななな、まあ、基礎的な研究になりますでただですね、まあ、こういうふうにやっていくとですね本当にこのアクチュエーター大量のアクチュエーターというものに付き合い続けないといけないのかということは、まあ、やっぱ思うわけですね。で実際のところこのアクチュエーターっていうのをなくしたクレバーな研究っていうのは結構あります。 でそれの代表的なのは、私はサンドスケープという2002年の研究じゃないかなと思いますで。これは何かというと、ただのガラスビーズで作った砂場なんですね。それで終わりです。ただ、これ、実は下側から赤外光源を当てていることによって、上の側のプロジェクター、赤外カメラで見ていると、この砂場の高さが透過光によって分かります。透過度によって分かります。 でさらにこれ、上からプロジェクターで映像を提示しているんですね。でそうしてやると、ユーザーがこの砂場をザクッと削り取ってやると、手で削り取ってやると、その削り取られた形状が赤外カメラではっきりと分かりますので、その後プロジェクターで断面を見せるということができるようになります。そうすると、手を動かして砂場を掘っていくと、まあ、宝物が見えてきたよ、宝物が見あったよというような まあ、インタラクションを設計することができるわけですね。まあ、これ、まあ、非常にシステムとしては簡単で、しかもリッチなインタラクションが実現できるという例かなと思います。で、まあ、あの最近ですね、まあ言ったら2015年ですけれども、エーデルスナバという、まあえー、ゲームがゲーム、えー ゲーームセンターで遊べるようになりました。今あるかどうかちょっと分かりませんけれどもでこれまさにです、ね、先ほどのサンドスケープと同じような仕組みで動いているものになるかなと思います。YouTube の方で見てみてみください。でまあ、凹凸にとってですね重要な感覚っていうのは結局何だろうかと我々は凹凸近くっていうのをどういうところから得てるんだろうかということを研究した研究がいくつかあります。 でその結果としてです、ね、一つ分かったことは何かというと、実は我々指で横方向になぞっているときに、何かデコボコがあったときに、ブレーキも感じるわけですね、ブレーキ感も感じるわけですね。で、実は我々は、形状そのものよりも、このまあ、要は上下運動よりも、このブレーキの力を、まあまあ、この形状近くに使ってるんじゃないかと。 いう研究がなされるようになりましたでさらにです、ね、今度は、まあ、この「デコボコというののセンセーションに何が,役に何が使われてるかということをいろいろ比較した研究がありましてでその結果としてです、ね、実は指の表面の傾きの方が板自体の高さよりも、まあとしてはまあ、形状の近くとしては優位、まあ、に働くということが分かりました。 でそういった研究があったものですから、まあ、触覚研究者はです、ね、多くはです、ね、水平方向の力を出してやることで凹凸感を、まあ、表現してやろうと、つまり上下方向に移動するアクチュエーターというのをなくしてやろうというふうに、まあ、みんな考えたわけですねで。例えばこれはそれの代表的な例の一つで2.5次元触覚というふうに言われているものですが、これ、まあ、指先にあるものがつえ、まあ、コインみたいなものがついていて、それを 方方向から糸で引っ張るといいうやり方をしていますでこの糸の引っ張り方を変えてやることによってブレーキをまあ表現してやるそれによって凸凹感を明瞭に提示するということに成功していますで、まあ、モーターを使うというのではなくもうちょっとまあ目に見えないような形で食感提示ができないかということで考え出されたのが 摩擦係数を変化させるという方法ですでそれのうちの一つの代表的な方法が超音波振動を使う方法でしたでスクイーズ効果という言い方がされるんですが高周波で振動している板を触ろうとするとその板と指との間に薄い空気の膜ができてしまうそれによって摩擦係数が減少するということが知られています でこれ実は高周波じゃなくてもです、ね、低い周波数でもたたいていれば、まあ、こ,れはこういうことは生じるんですけれども、まあ、特に超音波の場合には耳に聞こえないというところが一、まあ、つメリットになります。でこれをです、ね、指の位置の計測と組み合わせてやると、まあ、指がある位置に来たときにだけ摩擦係数がふっと変わる、まあ、例えば、急にブレーキがかかるあるいは急にアクセルがかかるという状態を定することができて これでキュキュッという、まあえーまあ、ザラザラ感とか、まあ、そういったいろんな食感が出せるということになりました。で同様にです、ねまあ、摩擦係数を変化させるもう一つの代表的な方法として、まあ、高電圧を使ってやればいいということが考え出されましたで。要はこれは昔のブラウン管テレビということになるんですが、まあ、皆さんはおそらくもう昔のブラウン管テレビを触ったことがないかもしれないんですが 高圧の電極と皮膚の間に、要はコンデンサーが形成されて、電気的な吸引が行われるとで。この吸引を制御してやることによって、凹凸感を感じさせるということができるということで、これはかなりですね、この後、いろんな展開が行われるようになりました。で例えば、ですね、その代表的な研究としたテスラタッチというのがありまして、これは、まああの 実際、私もです、ね、体験してみたんですけれども、例えばワイングラスの表面の水滴で感じるようなキュキュット感みたいなものが見事に表現されていて、驚いた記憶があります。でこういったです、ねまあ、あの触感ディスプレあの摩擦係数ディスプレっというのは、いろいろ応用されているんですけれども、例えばこれはちょっと変わった研究でして、この静電型の触覚ディスプレイを あえて水平振動させるということをしていますでこの水平振動と同期させて静電の摩擦係数変化というのをさせてやると,ということをすると何が起きるかというと要は下の板がある方向に動いた時だけ摩擦係数をなくす減らすそして元に戻る時には摩擦係数を高くしておくということをしていると 結局これ一方向にだけ指がドラッグされ続けるということが生じるんですねつまりこれはタッチパネルなんだけれども力がまさに本当の力がある方向に出すことができるというものになりましたで水平方向の力を出すというのは他にもいろいろ提案されています例えばこののの右上のものですと まあえー、昔の、まあ、マウスみたいなんです、ね、構造でボールを用意してやって、そのボールを回転させてやることで、二次誘導の水平力を出してやろうとか、あるいは下のものですと、まあまあ、二軸のベルトを用意してやって、そのベルトでもって、まあ、スリップ感を出してやろうだとか、まあ、そういったいろいろな二次元の、まあ、水平力の提示方法が提案されています。 でこの水平の摩擦力定時というのは、まあ、かなり広範囲の食感定時ができます。例えば先ほどの摩擦のオンオフでもってでこぼこつまりマクロラフネスが出せますしあとそれを高周波で駆動してやればファインラフネスも出すことができます。で当然ながらまともとの、まあ、出しているものていうのはフリクションですのでフリクションを当然出すことができるということでこれはかなり幅広い領域の食感定時ができる方法として期待されているということになります。 でじゃあ、残った部分で、この硬さ、柔らかさっていうのはどうなんだということになります。で古典的にはです、ね、この硬さ、柔らかさっていうのは、力学定示装置でもって、バネダンパーの挙動を模擬すれば表現できます。つまり、指が何か押し下げたときに反発力をちゃんと提示してやる、その反発力と押し下げの大きさでもって、バネ定数が感じられるというのが古典的な方法なわけですね。 でそれに対して皮膚感覚でも柔らかさが提示できるんだということを示した研究っていうのがこれちょっと面白いことに、まあ、世界的に同時多発的に研究が行われましたでどういうことを発見したかというと、まあ、要は我々柔らかいものを触ろうとすると結局同じ力で触っても指がめり込むので接触面積が大きくなるはずですね でおそらくこの接触面積が大きくなるというところが我々が柔らかさというのを知覚していることの原因なんだろうということで今度は接触面積だけを変化させる例えばフィルムでもって包み込むというような触覚提示というのが行われましたでそれを実際にやってみると、まあ、見事に柔らかいという感覚が皮膚感覚だけで出せるということがわかったわけです で、これはですね。まあ、そういったま皮膚感覚でもって、柔らかさがどう感じられるかということをま詳細に研究したものになります。で、まあ指をですね。柔らかいものに押し合わせた時の柔らかさをどうやって感じられているのかということで、ま指についたインクを紙に転写させるということでもって、実際にどれだけの接触面積があったかということをま詳細に研究しています。 で結果的にまあ接触面積の大きさ、ある力を加えたときの接触面積の大きさ、それから力と変異の関係というのが重要だろうということが、まあ、ある意味当然かもしれませんけれども、まあ、確認されたという研究になります。でこれはです、ねまあ、静電気型触覚ディスプレイというのを先ほど紹介しましたけれども、それと柔らかさ鑑定時をちゃんと合わせることができないかということをやった研究です。 実際、これちょっと面白い仕組みを使っていましてこの下の図にあるようにですねがっくんと V 字型に変形するような素子を作ってやっています。でこれでもってこの下の素子2つに対して与えるフリクションというのをこの摩擦の力というのを静電気型の触覚定理装置で変化させてやるということによって柔らかさが実際に表現されるということになったわけです。 でちょっと我々の方でやっている研究も紹介しておきます。で最近やっている研究で、実はこの柔らかさ、硬さというのと、それから、えー、触ってる対象物の曲率というのは、実はこれ相互作用しそうだということが分かりつつありますで。何に着目したかというと、この右側の図、左側の図にありますように、右手と左手を合わせた状態で、でパッパッパッというふうにこう、 手をを合わせててややるという動作をしてやりますでこの時にです、ね、手と手の間にまるで薄い板があるかのような錯覚現象が生じるんですね。で、まあ、皆さんもぜひこれやってみてください。まあ、感じない人もいるんですが、まあまあ、念じれば感じるぐらいには感じますで。感じ始めるとかなりこれは強固に感じます。でなぜそういう薄い板というのを感じるかというのの説明は実はそんなに難しくなくて、まあ、左側の図の通りです。要は 等速に衝突する2つの断性球、要は指がそうだということなんですが、その断性球の境界というのは平面であり続けるはずです。両方とも同じ形であれば。両方の球が同じ形であれば。ということは、この境界面が平面であり続けるということは、これは薄い硬い板を感じるはずだということになるわけですね。で、実際にそう感じるわけです。なので、この指と同じ速度で 男性の球を対抗動作させてやれば硬い平面が表現できるということになります。しかもその際に曲率を異なって感じるはずだということになっています。でただここまでですね、まあ、食感の話をしてきたんですけれどもただここまで話してきた食感っていうのは、まあ、言ってみれば指1本全体に対していつも提示しているよねということで。 もし意地悪く言うならば、実は高性能な力確定装置というのがあるんですが、それで出せる感覚をウェアラブル化しただけなんじゃないの、ポータブル化しただけなんじゃないのというふうに、まあ、悪く見ることもできるかもしれません。ただ、ポータブル化ということ自体に非常に価値があるんですけどね。で、ただですね、それに対して、指一本全体ではなく、ちゃんと細かく提示するということも当然、たくさん研究はされています。 実際、例えば遠隔操縦みたいな領域によって、人が操るような、人が実際に操るようなレベルで遠隔操縦したいと思うならば、例えばこの鉛筆を操るような操り方はしたいわけですね。そうすると、指先皮膚の中で空間的な分布が提示できなきゃいけない、つまり形が細かく提示できなきゃいけないということになってきます。 で実際にですね、例えばピンマトリックスというので、まあ、駆動するということになりますと、大量の高密度実装というのが必要になってきます。でそうなってくると、例えば、まあえーまあ、ピエゾ素子とかを使ったりするんですが、この左側のものはうちの研究室で使ったものですけれども、まあ、小型のアクチュエーターでもって、なんとかピンマトリックスを作るということはできます。まあ、2ミリぐらいだったらなんとか作れる。ただ、1ミリ間隔のピンマトリックスというのはなかなか作れないというぐらいな レベルになります。 でただですね、まあ、研究用途では非常に高解像度の触,度の触覚ディスプレイというのが作られたことがあります。これはもう0.5ミリ間隔ですからすごいですね。それで400ピンのものになります。これ特製のリニアアクチュエーターを作ってやっているんですけれども、それで DC から 300Hz まで駆動できるという大きな装置が作られたことがあって、これが例えば人間とか猿とかそういったものに対して、 実際に心理実験を行ったりされていましたで。あとですね、実際に商品化されたもので非常に有名なものとして、オプタコンというのがあります。で、オプタコンっいうのは何かっていうと、ビジョンからタクタイルに、つまり視覚から触覚に変換するための装置ということになって、これ視覚障害者用の装置なんですね。でしかもこれがもう1976年には作られていたということで、非常に驚きかと思います。 で実際にこれはです、ねまあ、この右上の図で見たところの右手に小型のカメラを持っています。でこのカメラで、まあ、この紙の上の文字をなぞってやるとその文字がカメラで画像として捉えられてそれが左手の指先に触覚として伝えられるというものになっています。 で今ではですね、このオプタコンっていうのはあまり使われていないと思います。実際、こういった文字認識ってことでいうと、まあ、音声に変換するってこと、まあ、要は認識して変換するってことができるようになってしまったので、そういう意味で、このダイレクトに触覚に変換するっていうのが、まあ、ニーズとしてもなくなってきたということがあるかと思います。でちなみに、このオプタコン、非常にまあ、高解像度でいいものなんですけれども、 これを駆動する周波数はいくつかというと、実はこれ 300Hz で駆動しています。300Hz ってことでいうと、それパチニ領域なんじゃないのパチニ正体じゃないのというふうに思われるかもしれません。ただ実際のところ、パチニ正体は、今日の授業でもお話ししたように、空間的な過重特性があるので、小さなピンで 300Hz で駆動されてもパチニ正体は活動しないんですね。なので結果的に 300Hz で動かされたとしても、ピン自体は ずっと皮膚を押し続けているというのとほぼ同じ状態になるので、結果的に高解像度でちゃんと提示されているということになります。でじゃあ、今現在、入手可能な高解像度のディスプレイというのは何かということになるんですが、当然、展示ディスプレイ自体は変えますであの。例えば3ミリ間隔ぐらいの点図ディスプレイというのも普通に入手することができます。 ただそれよりもはるかに高密度なものっていうことで言いますと、おそらくここに示しましたような、これ、ラテロっていう装置なんですけれども、これがおそらく唯一なんじゃないかなというふうに思います。で、これはですね、まあ、水平方向に振動させるようなアクチュエーターになっています。水長方方向向に上下方向じゃないんですね。 でこれあの先ほどまでもお話したように皮膚の水平駆動っていうのが重要だろうということがいろいろな研究で分かってきたので、まあ、その結果として水平駆動を特にさせるディスプレイとして作られましたでただ結果的にです、ね、これ水平方向に動くピエザーアクチュエーターというのはこれ配置が非常に楽になったんですねなので高密度化もまあ容易になったという背景もあるかと思います。 これ実際にこのピエゾアクチュエーターこのラテロを使っている様子になりますのでぜひ動画の方で見てみてください。そういった高解像ディスプレイということでちょっとあの私の方でもやった研究最近やった研究がありますのでご紹介しておきます。今度はこれ何を使ったかというとただのニクロ無線ワイヤーを使ったんですね。 でニクロム線ワイヤーに対して電流を流すと熱くなって縮みます。なので、この縮むんだけれども非常に細いニクロム線であれば、例えば25マイクロメートルぐらいの直径のニクロム線であれば、すぐに元の,に元の温度に戻ります。ですので、実はこれを使っていると振動を提示することができるし、しかも数百ヘルツでも提示することができますで。実はそういった現象自体はですね、 形状記憶合金でも知られていました当時、沢田先生という先生がこの研究をよくやられてたんですけれども、シェフメモリアロイというのは、もともとは非常に遅いアクチュエーターだというふうにされていたんですけれども、実は高速にも駆動するよということを確かめて実際に使われたものです。ただ、実はこれ SMA じゃなくても、 まあ熱現象、熱での膨張収縮現象ということで言いますと、ニクロム線のようなものでもまあ同じことができるということになります。実際にですねこれを高密度化までやりました。これ、実際に1ピン1ピンまあ心を込めてまあ植えて、そしてまあワイヤーをまあ並べたようなものになります。 でこれ実際に 4×8 まで作りましたけれども、これでだいたい 320Hz ぐらいまで動かすことができるようなものになります。でこの図で言うと、あの黒い縦の棒は、これはあの、まあ、ただの棒、炭素棒でしてで、横方向に走っている髪の毛のような細いもの、これが一本一本がニクロム線ということになります。だいたい1.2ミリ間隔のピンマトリックスディスプレイを作ることができました。 でまあ、こういったまあ機械的なものをやってもいるんですけれども、ただやっぱり大変ですね。でそれに対して、ごく簡単に高解像度な触覚提示ができる方法としては、電気刺激が知られています。でこれは高い時間分解能で提示できますしまた、手元の部分では非常に小スペース低コストで提示をすることができます。ただ、この電気刺激、電気といえばビリビリ感だろうということでまあ敬遠されるわけなんですけれども。 ただ、なんでそういうふうに敬遠されるかということを考えてみると結局、電気刺激というのは物理的な相互作用による計算プロセスをすっ飛ばしているんですねつまり皮膚が接触して変形して容器が活動するっていうことであれば例えば画鋲のようなものは強く押せば痛いに決まってるけれども弱く押せば痛くないわけですそういうことが分かってるので我々は画鋲も大して怖くないわけですね だけど電気刺激だとちょっと触ったのにビリッとくるということで因果関係がわからないので怖いわけですねただ逆に言えばこの電気刺激を自然な食感とするためには今言ったような物理的な相互作用をちゃんとモデル化して入れ込んでやれば実はそんなに問題ではなくなってくるということになりますですから実は研究課題としても魅力があるんじゃないかなと思っています で実際にです、ねまあ、我々の方ではどういうやり方をしているかというと、まあまあ、いわゆる、まあえー、原色という考え方があるでしょうと。いわゆる視覚の原色でいうと、まあ、RGB というのがあって、それはそれぞれ重、まあ、要きの種類に対応しているわけですね。推体細胞の種類に対応している。で同じように、まあ、触覚においても重、まあ、要きがそれぞれあるんだから。 それぞれの需要器を個別に刺激するということがもしできるならばそれらを混ぜ合わせることによってあらゆる感覚が作れるんじゃないですかというのが一つの考え方として考えましたで実際にですね電気刺激でもってある程度その分離ができるということも示しましたすなわち大きい電極を使った刺激の場合には結局とにかく深い部分まで刺激ができますよと 深い部分だけを刺激するっていうのは実は電気的に難しいんですけれども、深い部分まで刺激を到達させることはできる。でそれに対して、小さな電極の場合には、特に指先の場合には、陰極と陽極で実は感覚を全く変えることができるという発見をしました。で陰極刺激の場合には圧迫が明瞭に生じて、陽極刺激の場合にはまあ振動感が明瞭に生じたんですね。でおそらくこれは、 陰極刺激の場合にはメルケル細胞につながる神経、で陽極神経器の場合にはマイソナ双体につながる神経が活動しているんだろうというま推測を立てています。で、なぜそういう推測が成り立つかっていうことなんですけれども、おそらくこれもかなり推測が入るんですけれども、浅い部分で神経軸索の走り方がかなりこの2つの受容器は違うと。 つまりメルキル細胞は皮膚水平に走っているし、また末端は細胞性の受容器になっている。でメルキル細胞は皮膚垂直走行に走っているし、で末端はカプセルで覆われている。まあ、そういった皮膚の神経の走り方、それからまあおそらく末端の条件も絡み合って、まあ、電気刺激の極性というのを、まあえー、特徴づけているんじゃないかなというふうに考えています。 でこの原色をです、ね、実際に組み合わせて刺激をしたという研究もあります。でそれで,です、ね、実際に例えば、陽極刺激だとメルケル細胞、マイスナー正体が活動しやすいだろうと、で陰極刺激だと悪、まあ、覚が生じやすいということが分かっているので、その2つを組み合わせると、例えば指でぐっと押したときの刺激の仕方というのは設計することができる。でその設計をしてやるとです、ね、まあ、見事に、 これが触った時の触覚に近いような感覚を合成することができています。さて、ここまでですね、まあ、いろんな触覚提示方法があるってことで、まあ、お腹いっぱいになったんじゃないかなというふうに思います。ただ、ここでですね、翻って考えてみると、もっと楽にできるんじゃないのということは、まあ、あるんですねで。特にですね、ヒューマン・コンピューターインタラクションの分野の人たちっていうのは、まあ、 もっと簡単にシンプルにできる方法がないかっていうのを考えるわけですね。で、それの代表的なやり方っていうのは結局、実物を使っちゃえばいいじゃんという考え方っていうのが一つあります。で、例えばこれはハプティックリボルバーという有名な研究なんですが、何かというと、遭遇型の触感提示という言い方をされますが、要はこの回転するローラーの上にいくつかのテクスチャーを貼っておこうと。 あれザラザラとかツルツルとかあるいはデコボコのテクスチャを貼っとこうと。でそのテクスチャーをちょいちょいと入れ替えてやれば、回転させて入れ替えてやれば、いろんな食感が出せるではないかというような、まあ、アプローチの仕方が考えられます。で実際にそういう研究がされているわけですねで。こういった現実的な実物を使うやり方っていうのはいろいろあります。例えば、回の2019では、 多数ののの布テクスチャーの感触とといいううを再現するということが行われていましたでこの時たくさんの布テクスチャーを無限に用意するわけにはい,ない,いかないので限られた本物のテクスチャープラス VR の触覚を組み視覚ですね、視覚との組み合わせによって、まあ、うまくテクスチャーをいろいろ変わったかのように感じさせられないかという研究になります。 それから例えば今年の回だと2つぐらい面白い研究がありました。例えば左下のものはテクセルブロックスというものですが、これベルトコンベア方式でテクスチャーを書いてやるという非常にベタですが、まあ、見てなかなか楽しい研究になっています。で右側のものは今度は細いブラシあ、まあ、細い毛をたくさん束ねたブラシを用意してやって、そのブラシをの 器具をどのように支えるかということでもって、例えば柔らかさ、硬さ、それからまあテクスチャー感の粗,さ粗,くない粗いか粗くないかというようなことをいろいろ提示できるようなものになります。これらをちょっと動画を見ないと分かんないかと思いますので、ぜひ見てみてください。で他にもです、ね、実物を使って、例えば柔らかさを変えるという研究があります。 で、これもまあ、もういちいちいろいろ紹介しませんが、まあ、えー、例えば、まあ、ジャミング現象を使ったり、あるいは、磁性流体を使ったりと、えー、これ、えっと、左側の二つが、上下二つがジャミング現象、右側の上下二つが磁性流体を使っているものなんですが、まあ、それによって、柔らかさ、あるいは粘性感みたいなものを物理的に変化させるというようなものになります。はい。 ということで、まあ、今日は非常にたくさんの紹介をしてしまったので、だいぶ時間が超過してしまってすいません。小テストはここに書いてあるとおりですで。それから今日、実験レポートを一つ出したいと思います。まあ、簡単です。作触覚を体験してくださいということだけですで。授業で紹介したベルベット錯覚、それからフィッシュボーン錯覚、サーマルリフェル、それぞれ全簡単に試せると思います。試すと試さないとでは大違いですので、 必ず試すようにしてくださいで。試した証拠ということで、レポートでは体験の様子の写真を載せて、結果を簡単に述べてください。はい。ということで、今日の授業は以上になります。